例えばじゃあ5000円だ、もしくは、じゃあ1000円だ、はい、こんな風に小砂利入れ、小銭入れのところから同時に中にしまってあったはずのお札が取り出せると。どうもこんにちは、ミカスです。今日はこちらを紹介レビューしていこうと思うんですけど、これ財布です。ビアベリーっていう、まあ、ブランドの商品なんですけど、まあ、ビアベリーっていうのはね、ビールっ腹って意味らしくて、まあ、なんでビールっ腹にしたかっていうのはね、ちょっと公式をご覧いただいて確認していただければと思います。さあ、では一体どんな財布なのか、もうすでにね、手のひらサイズっていうのをお分かりいただけると思います。こんにちは。おっと、はい、なんか紙が入っております。おお、なんか手書きっぽいね、メッセージが書かれたカード、そして、はい、ビアベリーステッカーもついてきました。さあ、でこちらでございますね。まあ、あのお値段はですね、まあ、約2万円ということで、ちょっといい財布になるわけなんですが、この価格に納得。あ、もう革のすげえいい香りがしてる。こっちかな、ズバッ出たー。はい、これがビアベリーっていうブランドのハッチバックっていう、まあ、商品名になってるわけなんですけど、まず正面ね、こんな感じ。いや、しかし、いや、めっちゃ本革のいい匂いがプンプンしてます。たまらんな。はい、厚みはこんな感じ、後ろはこうなっていて、はい、こんな感じですよ。まず、まあ、空張りがたくさんあるっていうのと、あと革の種類が2種類あります。で、まあ、通常の革、それからこれが表面にヤスリをかけてある革になってまして、まあ、こっちのこのヤスリがけがしてあるタイプっていうのは、なんかパッと見ちょっと和紙っぽくも見えるんですけど、経年変化が楽しめるということで、使えば使うほど味が出てくるタイプになっております。はい、でまずね、ちょっとここの、まあ、ボタンというかこのボッチね、ビアベリーっていう風に書いてあるんですけども、これのデザインがすごく可愛らしい感じになってますね。はい、ではちょっと変わった面白い財布なんですが、どんな感じになるかをね、見ていきましょう。まずはここですね。ここをパチッとこう開けますと、はい、こういう感じに小銭入れがでかい、このまあガバッと広がるわけですね。ちっちゃい財布の弱点ってやっぱり小銭だと思うんですよ。このこんだけ口が開けば、まあ小銭はもう一度にバッと見れますよね。しかも結構入る。ちょっと後で入れてみようと思うんですけど、小銭入れがあって、でここがこうポケットみたいになってるんですけど、実はここ札入れなんです。ちょっと後でやりましょう。はい、で一旦ちょっとここ閉じまして、でこっちにもホックがね、ついてます。ここをパカッと開けましょう。はい、出たー。そうすると、こっち向きかな？はい、ここにこのおじさんのこの刻印というかね、ロゴマークがこうエンボスでね、書いてあるわけなんですけど、カード入れになってますね。ここと、あとこっちもカード入れになってますね。はい、まあ、ちょっとそれも後でカード入れてみましょう。でですよ、まあ、さっきねお札入れの話したんですけど、まあ、普通に2つ折り財布としてここが札入れになってるんです。で一応このね、中に1枚入ってるんですけど、まあ、仕切りの、これも革製ですかね、の仕切りが入ってて、ここに今お札を入れるんですけど、じゃあちょっと入れてみましょうか。はい、じゃあちょっと1000円札と5000円札が今手元にありましたので、これを入れてみましょう。ね。はい、このように札を入れます。ね。まあ入れるときはここから入れるんです。はい。まあ今入れるときはっていう話したんですけど、じゃあ何か買い物しました。じゃあ支払いしますっていうときに、まあぴったり1000円ですなんてことはまずないと思うんですよ。必ず小砂利をね、払うと思うんです。で、実はここにお札見えてるんですよね。なので支払いするときどうするかっていうと、まあちょっとこうプニッとやってあげると中の札が見えますので、こっから例えば
じゃあ5000円だ。もしくは、じゃあ1000円だ。はい。こんな風に小砂利入れ、小銭入れのところから同時に中にしまってあったはずのお札が取り出せると、ちょっとこれ画期的というかびっくりしまして、あ、そういう発想ってあったんだと思って、これいいですよね、この財布。あの、結構ね、自分はあのいわゆる長財布っていうのも好きで、ずっと長財布を使ってきたんですけど、その後急にね、小型の財布に目覚めまして、あ、ちっちゃい財布ってなんて便利なんだと目覚めたんですよ。で、あの、例えばバイクだったりとか、まあ、キャンプ行ったりとか、でっかい財布が絶対邪魔になるシーンっていうのが、まあ、あるわけなんですけど、それで目覚めたんですけど、そういう時にちっちゃい財布の弱点ってやっぱり小銭なんですよね。あの、キャッシュレス決済できるところはいいんですけど、なかなか日本はそんな進んでなくて、意外と現金を使うしかないっていう状況が結構あると思うんですけど、そんな時にやっぱり小銭入れがネックだった。それがまずガサッとこう開く、で同時にそっから札も出せる、なんだこれと。どうですか、この財布。これね、で今あの、まあ、ちょっと7000円しかなかったんで、7000円でちょっとやってますけども、これ札がいっぱい入ってたとしても、こう広げると、なんていうのかな、このね、ちゃんとお札もちょっとこう隙間ができるんですよ。で、まあ、お札って大体端っこ見ればそれが万件なのか5000円なのか1000円なのか分かると思うんですけど、まあ、順番に並べていけばね、こう間に5000円が入ってるってことをしなければ、取り出しにくいっていうことはまずないです。スッとちゃんと1枚だけ出せる。じゃあ次5000円出そうと思ったら、スッと5000円だけ出せるんですよ。これすげえ使いやすいんですよ。ちょっとびっくりしました。はい、ではちょっと小銭入れてみましょうか。はい、とりあえず今無作為に小銭を手のひらに結構多めに乗せたと思うんですけど、どうでしょうか。で、財布の中にこれをイン。あー、もう入れるの楽で、今ね、結構な量の小銭持ったんですけど、全然入るじゃん。まだまだ入るよ。ちょっともっと入れてみましょうか。はい。まあ、貯金箱ってわけじゃないんですけど、あの、財布に入りきらない小砂利をうち、こう箱に入れてまして、今もこっから取ったんですけど、まあ、こう、雑にね、こうガサッと取るわけですよ。ガサッとね。で、ガサッと取ったやつをバーバーっと入れられる。あれはさすがに入れすぎかな。いや、そうでもないな。はい。まあ、当然小銭をいっぱい入れれば分厚くなって重くはなるんですけど、でもそんなに分厚い感じしなくないですか。これどんだけ入ってるかっていう、ちなみにこれ、ね、見るとこんな感じに、もう口切りいっぱい、まあ、まだ入りそうですけど、多分まだ入ると思います。入れてみましょうか。さすがにね、小銭こんな持ち歩く人は多分いないと思うんですけど、こんだけ入れてもちゃんと閉まるんですよ。まあ、ちょっとパンパンにはなりますけどね。で、このでつって言ってもこのサイズですよ。で、このサイズでどんだけ小銭が入ってるかっていうと、もうこれ手に乗り切らない、こんなに入ってましたよ。ああ、もうちょっとこぼれてますけど、この量の小銭が入ってたわけですよ。すごいですよね。で、小銭がこうやって、まあさすがにここまで増えるのはどうなんだろうっていう感じなんですけど、小銭が増えれば増えるほど今度探すのが大変になる。特に、コンパクトな財布だと、5円玉があったはずだ、5円玉って見るときに、ちっちゃい薄いところから探すって大変だから、あーってもう一回全部出してってなるみたいな、その心配ありません。もう全部見れます。で、いや、じゃあ500、7円、500、じゃあ27円みたいな、もうすぐ取れましたよね。1527円、じゃあ1000円、そのままここから入っと。やばくないですか、この財布やばいですよね。うん、じゃあちょっとカード入れてみましょうか。はい、では今ちょっとジェイコさんのこれクレジットカードをここに1枚入れまして、で、
我らがセイコーマートね。セイコーマート、ちなみに北海道のイメージある方多いかもしれないんですが、実はセイコーマートは北海道全域と茨城県にいっぱいと埼玉県に一部あるんですね。茨城県民にも馴染み深いセイコーマートね。はい、まあセイコーマートのカードもポイントカードも入れておきましょう。でまあその他、メンバーズカード的なものも重ねて入ります。クレジットカードのと同じ厚みの、今なんかのメンバーズカードを入れて、でこれコストコのメンバーズカード、まあ3枚でも入りますね。なるほど。じゃあセイコーマートのところに T ポイントも入れたりとか、はい、まあ今で、1,2,3,4,5 枚ね、カードを入れた状態なんですけど、まあ全然問題なく、はい、正直ですね、今まで自分が見てきたこういう折りたたみのコンパクト系の財布の中で最も優れてるんじゃないかっていう、そんな仕上がりになってますね。で質感がすごく良くて、で縫製もねすっごいしっかりしてるんですよ。これ長く使えますよ。ていうかもう何しろさっきからこれね、こうやって開けたり閉めたりするたびに本革のねすごいいい香りがプンプンしてくるんですよ。もうね、本革製品がすいません大好きです。はいね、もう革のベルトとかもね大好きなんですけど、はい、そんな感じのこのビアベリーのハッチバック、まあ見た目の可愛さおしゃれさ、この革の感じね、空張りも多くて、見た目もさることながらやっぱり驚異的な使い勝手、このこじゃり入れの便利さっつったらないですよ。すっごいもうすっげえ探せますもん。いちいちこんな一回出さなくてもいい、ですぐ出せますよ。で逆に、じゃあ先大きい方何千円からのお返しですみたいな、で残りいくらいくらですみたいなね、したらもうザッと入る、ザッと入る。でこっからはお札入れられないんで、その時はまあ普通の財布みたいにこうやって横から入れてあげればいいね。あで、ね、この仕切りの話さっきしたんですけど、この仕切りのこのなんていうんですか、外側にお札を入れて内側にはまた別の何かね、いろいろ入れといてもいいだろうし、まあ、何しろ使い勝手のいい財布なんじゃないかなと思います。で今まだ新品なのでちょっとねこう硬質な感じ、革がまだパリッとした感じはあるんですけど、最初に言った通りこれ使えば使うほどね、本革の財布っていうのは非常によく馴染んでくると思いますんで、まあ長く使った時に自分だけの色合い風合いな財布になるっていうね、そういった財布ですね。これは本当にねちょっと気に入っちゃったな、素晴らしいです。興味ある方は説明欄にリンク貼ってありますんで、でここのブランドこれ以外にも実はいろいろありますんで、その中から多分好みのね一つが見つかるんじゃないかなと思います。以上です。じゃあいね。さあいかがだったでしょうか。もしよかったらねこちらも登録お願いします。じゃあいね。